フォーメーションには攻撃に適しているとされるものや守備に強いとされるものがあり、どのフォーメーションもメリットとデメリットがあるため、一概にこのフォーメーションが強いということはできません。ここでは現代サッカーにおいてベースとされている4バックのものを中心に基本フォーメーションの例を挙げ、それぞれの特徴をご紹介します。 このチャンネルは徳島ボルティスを応援するチャンネルです。ラジオ感覚で見ていただければ嬉しいです。バランスの取れた4の4の2に比べ攻撃的なフォーメーションとされているのが4の3の3です。3人のミッドフィルダーとフォワードが三角形のポジションを取りやすくフォワードの両ウィングによる サイドのスペースを使った攻撃やミッドフィルダーから前への配球をしやすいことが特徴でサイド攻撃やパスサッカーに向いたフォーメーションと言えるでしょう。フォワードによる守備参加やミッドフィルダーによる攻撃参加など前線からのプレスを効果的にかけやすく試合の主導権を握ることができるフォーメーションでもあります。しかし、 三角形のような陣形をとっているためスペースを相手に狙われやすく前線のプレスが機能しない場合は一気に相手に抜かれる危険があることがデメリットです。この動画を見ていいなと思った方は高評価、チャンネル登録をお願いします。